はい、こんにちは。今回ね、ご紹介いたしますのはこのバットモービルってやつですね。で、バットモービルっていうのはまあこちらに、あるんですけども、まあそうですね、この車が、バットモービルとしては、これが初めてじゃないかと思う方もいらっしゃると思うんですけども、これが初めてではなくて、まあ、バットモービルっていうのは、まあ、有名なあのバットマンのアメリカのね、アニメから登場したそのバットマンの車として活躍するんですけども、このバットモービルっていうのはこれが初代ではなくて、これは3代目に、当たるんですね。3代目に当たるっていうことは、まあ、初代があるってことで、でこのバットモービルの一番初期のバットモービルっていうのは1963年に制作されて、まあ、1966年に、まあ、これは実際に行ったことなんですけど、全米各地のツアーとして、まあ、要は宣伝カーとしてね、出てきたんですよ。で、その時同時にこのバットマンというまあ、出版元である DC コミックによって初めて、まあ、公式ライセンス化されたんですね。で、そこからこうバットモービルが始まったんですけども、まあ、初代のバットモービルっていうのは何のベースにしてたかっていうと、オールズモビルっていう会社がアメリカなんですけど、車のね、オールズモビル88っていう車が昔あったんですよ。でそのオールズモビル88をベースにその初代バットモービルができて、で2代目が、出てき、そのうち2代目が今度テレビドラマ用として、まあ、出てきたんですね。でそれが1966年に、まあ、テレビドラマ化されたらしいんですよ。でその時に、バットモービルが2代目として出てきて、で、これが、まあ、売られた時ですね、その2代目が売られた時に 4.2 億円というね、すんごい価値で売られたらしいですね。で、これはちなみに2代目のバットモービルは1955年型のリンカーンですね、リンカーンフォーチュラコンセプト、まあ、これをベースに、されたものであるということです。でそしてまあ、このとおなじみのこのトミカにもおなじみのこのやつですね、トミカにもおなじみのこの、今画像にで動画に出てるやつですね。でこれはバットマン、まあ、映画バットマンリターンズというので、登場した、車なんですね。で、まあ、このコウモリ型のね、まあ、デザインが特徴で、でこの3代目から、まあ、完全にもうなんていうのベース車両とは、まあ、ある意味切り離されて、独自性の車が、まあ、できてきたということなんですね。でこの、まあ、バットマンはコウモリだから、このコウモリ型の形が、まあ、独特的で特徴的な、まあ、車ということなんですけどもね、なかなか大変いい、デザインではないかなと、思いますし、まあ、こういうふうにね、ホイールの部分とかこういうところまで、まあ、きめ細かく、作られていて、なかなかいいんじゃないかなと、思います。はい。でこういう前のスペアタイヤっていうんですかね、こういうところも細かくこう作られていて、まあこういう後ろ姿とかこういうね、コウモリのこの特徴的なものとか形とか、こういうところがなかなかいいですね。まあドリームトミカっていうのはね、これはもう賛否両論がアニメ激しいところで、ね、あドリームトミカが好きだっていう人もいれば、うん、嫌だっていう人も正直いらっしゃるし、まあ私はどっちかというと、まあドリームトミカは嫌いではないので、まあ結構集めていて、なかなか面白いかなというふうに、思いますけども、まあこれもこれとしてね、なかなかいい、車を、まあ、納車できたかなというふうに、思います。というわけで、どうもありがとうございました。